はい、皆さんこんにちは。放課後トワイライトのマッティです。今回はですね、前回あげたアルティメットソング班を魔人ブーでワンパンする、企画という検証動画があったと思うんですけども、そちらのリベンジをしていきたいと思います。で、前回はですね、まあ相変わらず今回もリーダーはスーパーサイジン悟空 3GT なんですけども、だからフレンドにもやっぱ出ないんで、それはだから変わらず魔人ブーを連れて、リーダーフレンドは前回と同じなんですけども、前回の範囲は何かというとですね、単純に魔人ブーの交流が足りなかったってことなんですけども、魔人ブーって実は気づいたんですけど、攻撃力が上がるリンクを持ってないんですね、あんまり。で、この SSR アルティメットご飯吸収はパッシブで力属性のアタックが 25% 上がるって思ってます。で、この魔人ブーは今着てる超激戦でドロップするキャラクターなんですけども、こいつ連れてけば勝てんじゃないかと、ワンパンできんじゃないかと。そう、前回の動画でもうゲージがほんとあと1ゲージの何分のなんだ、4分の1も残ってなかったと思うんで、まあ、多分 25% 上がっただけでも多分勝てると思うんですけども、で、まあ、今回はですね、ワンパンできる、絶対勝てるという自信があるので、今回はですね、ゴジータとかベジットとかってそういうフェスゲンを連れてきてません。ということで、今回はフェスゲンなしパーティー。まあ、割と、なんだろう、前回よりも、パーティー編成レベルって下げて変わるんですけど、まあ、魔人ブーで固めてあるんですけどね。今なんで早送りしてるかっていうと、魔人ブーはその攻撃力と気力のリンクを持ってないんですね。その分回復とか防御力が上がったりとかっていう、そういったディフェンシブ、まあ、タフさですね、タフなキャラクターではあるんで、まあ、そちらが強みなんですね。だからなんだろうな、その分長期戦になってしまうんですね。ただしワンパン編成なので、今回はワンパン編成とワンパンできるので、その後の体属性のアルティメットご飯と、フェスゲンの地属性のアルティメットご飯はあっという間に多分終わると思います。ただここの力属性はアイテムを使えないんで、ワンパンのアイテムは2個ずつしかないので、ただこのステージのご飯は攻撃力もあまり高くないし、普通にやってれば勝てるので、まあ、時間はかかりますけど問題なく倒せると。はい。多分次からも早いですよ。で、前回の段階で、このアルティメットご飯吸収とコテンクス吸収の魔人ブーは常に1番目と2番目に並べておくと。常にこの2人がペアで出てくるようにしておくと、こういうふうにワンパンがすごいしやすいと。さあ、で多分ここは敵が体属性で、ゲージも1本しかないので、アナウンサーは使わずにこのゴテンクス吸収ブーだけで倒せると思います。いいダメージ出るんじゃないですか。ほら、60万出た。すごいですね、60万、ブーが60万出せるようになるなんて。いや、ほんと今回のイベントは、なんでしょうね、ユーザーのご機嫌取りというか、ユーザーを喜ばせるためのイベントですよね、なんか。フェスゲンのレベルが上げられるキャラクターがドロップしたりとか、結構、いろんな人見てても、10回一発目でフェスゲン出たりとかするんで、結構、排出率もいいんじゃないですかね、今回は。ただ、僕はスーパーサイジンゴジータまで引きませんけどね。はっはっは。うん。どこまでいけるかなんですよね。このスーパーベジット、ゴテンクス、らへんのフェスゲームで、まあ、勢い強くまでいこうと。なんですけども、さあ、来ました。ここでございます。でも倒せるでしょ、もうこれは。前回もアルティメットご飯の、HP 残量はちょっと高めですけどもね。でももう、絶対勝てますよ。前回と違いますから 25% 上がってますから、前回よりも一吹き玉の量も前回の方が多かったんじゃないかな。いい必殺が来ましたけど、ただ立ちはだかる壁発動してるんで耐えれると。ほらさっきもあと土管覚醒きた。でさっきも言ったんですけども、まあ、神宮は回復力系リンクと体力向上系のリンクっていうのが結構あるので、必殺が来ても、まあ、特に焦る必要はないかなと。さあどれくらい出るんでしょうね、楽しみですね。おお130万、素晴らしいですね。だからぜひね、スーパーサイジン3悟空 GT 持ってる方、ぜひ僕のフレンドになってほしいですね。もうそしたら300万とか出てくると思うんで。はい、ということで、リベンジ成功ということですね。アルティメット孫悟飯、S弦のアルティメット孫悟飯の衝撃戦を神宮でワンパンしてみるという動画でした。はい、ではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。